こんにちは、みなせんしゅーです。このチャンネルでは、火山アクセが地球の最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマに行きましょう、こちら。地震情報ですね。昨日、茨城南部で、震度3の地震が発生いたしましたが、なんとですね、皆さん、この茨城の地震は、大地震の前兆の恐れがあるということが新たに判明いたしました。 今日の動画ではなぜそう言えるのかについて詳しくお話しさせていただきます。入ってっけっ今日もよろしくお願いします。これは関東大震災、震度7の前兆ですということでね、3つのテーマをごえ意いたしました。まず一つ目、関東で地震連発、今後注意すること、茨城南部の地震、関東大震災の前兆設ということでお話しさせていただきます。 それでは今日も元気にやって参りましょう。まずは関東で地震連発ということであります。本日ですね、なんとこの関東で地震が連発したということですね。地震が発生いたしましたのは東京都沖と茨城南部ということであります。まずは東京都の沖ですね。 東京都の八丈島の東約 100km のところで本日地震が発生したということになりました。こちらが今回の地震5月26日0時7分頃に八丈島東方期、地下深さ 50km マグニチュード4.6最大震度1の地震が発生しております。最大震度1と言いますとわずかに揺れを感じる場合があります。またはポンズの液体も揺れないぐらいの地震だったということですね。 今回地震が起こりました東京都の沖は太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込んでいる環境になります。今回の地震ですけども、プレート境界付近の地震だったのではないかというふうに考えられます。地震のメカニズムは地面の割れ目断層が右にずれ動く、右横ずれ断層型の地震が発生したというふうに考えられますね。 で、この地震の後ですね、実は余震が活発に発生しているということが判明しております。こちらが東京沖の地震活動ですね。ブワッとですね、おびただしい数のたくさんのね、丸があるというのがわかりますね。この丸はですね、今回の地震後に発生した余震となりましてね、まあご覧のように今活発な状態となっておるということで、今後も揺れる恐れがありますので、お気をつけいただきたいなというふうに思います。そしてこの東京沖の地震から48分 続いて、茨城南部で地震が発生したことになりました。こちらが、今回の茨城南部の地震、5月26日0時55分頃に、茨城南部地下深さ 70km マグニチュード4.6、最大震度3の地震が発生いたしました。最大震度3と言いますと、屋内の人のほとんどが異例を感じます。または、ポンズが倒れるか倒れないかの瀬戸際弱小さんということでありまして、 気をつけないといけないのがこの震度3ということであります。今回の茨城の地震ですけども、茨城の地下は太平洋プレート海底山脈、フィリピン海プレートなどが地下に存在するんですけども、今回の地震は海底山脈内部で発生した地震だったんではないかというふうに考えられます。この海底山脈に存在する地面の割れ目が押されることによって発生する逆断層型の地震が発生したというふうにね、考えられますね。 で、今後の要注意点について続きまして見ていきたいというふうに思います。 まずですね、結論から申し上げておきますと、え、茨城南部ですね、今後、震度4から5弱程度の地震が発生する可能性があるということでございます。なぜそう言えるのかについてですね、詳しく見てまいりましょう。まずはですね、今回検証することは何かと言いますと、この茨城南部でね、本日震度3の地震がドーンと発生したわけでございますけども、この後、さらに大きな地震がギーっと発生する。これね、本当に起きるのか、 ということを、今回ですね、私が調べてみたということですね。 はい。で、まずはですね、今回、茨城南部の地震が起こった場所を改めて整理して見てみますと、今回の茨城の地震はですね、海底山脈周辺で起こった地震だろうというふうに考えられます。で、こちらが、この茨城南部、過去100年間の海底山脈周辺の震度3以上の地震を映しております。図中の丸マークがですね、茨城南部周辺の海底山脈周辺の地震ですが、この100年で、海底山脈周辺の地震ですね、100年で120回ほどですね、ブワーっと発生してます。 しておったということでまぁ、あ、1年に1回ぐらいですねこういった地震発生するよということが言えるわけですねはいでこの茨城南部の震度3から4ぐらいの地震が発生した後 一ヶ月以内にさらに大きな地震の発生がですね、こういった事例が過去に何回あったのかということをですね、今回調べてみたということであります。で、例えばですね、過去の実例ちょっとね、挙げてみたいと思います。それが2014年の10月27日の地震ですね、マグニチュード5.1、ポンズが倒れる震度4の地震が発生してから、この地震から1週間後、震度5弱の地震がしてギヤーッと発生したということで、まあこういった事例があるようにね、 地地震震震のの後ににさらに大きな震度5弱の地震が発生したとということで,す、ね、で、こういったケースが過去に何回あったのかというのをですね、今回調べてみたということになります。はい。で、今回ですね、この茨城南部の地震後、1ヶ月以内にさらに大きな地震が発生した事例はですね、この120件中、なんと6件あったということでね、ございまして、 ということで、まあ、震度3から4ぐらいの地震が起こった後、1ヶ月で,ですね、大きな、1ヶ月以内に大きな地震の発生ですね。まあ、少なからず、そういった事例があるということでね。まあ、そういった事例がありますので、今後さらに大きな地震の恐れもありますんで、まあ、少なくともですね、今後、震度4から5弱程度はですね、気をつけていただきたいなというふうに思っているということですね。はい。で、ここまで動画を見てですね、へ、 地震が起きても震度5弱かよ。動画見て損したわと思ったそこの奥さん。ちょっと待ってくださいよ。こっからがね、え重要だよということなんですね。はい。この茨城南部の地震なんですけども、実はですね、この南部の地震、関東大震災の前兆の恐れがあるということで、続きまして、茨城南部の地震、関東大震災の前兆説ということで見ていきたいというふうに思います。 まずそもそもですね、関東大震災って何ですかということですが、これは東京の南にある相模トラフと呼ばれている深さ約3000メートルぐらいの溝があるんですけども、 この相模トラフでですね、ブワーッと巨大地震が発生するというのが関東大震災ですね。で、この関東大震災ですが、およそ200年から300年に1回これまで繰り返し発生してまいりました。前回の関東大震災が1923年、今からちょうど100年前に起こりました。で、ポンズが蒸発する震度7でマグニチュードが7.9の特大の地震がね、関東で起こったよということです。で、この関東大震災の特徴といたしましてはですね、 犠牲者の数が10万5000人ほど上ったということでありましてこれ犠牲者の数はですねあの東日本大震災の5倍の規模の犠牲者が出たということなんですねで、これどうしてこんなに犠牲者が出たのかということですがこれは巨大地震の際に火災が発生したというのが大きな原因だったということなんですねこの火災が原因で多くの方が亡くなってしまったと特に火災の被害が大きかった場所がこの東京都のですね墨田区だという いうふうに言われております。で、この墨田区では関東大震災の際には38000人が火災で犠牲になったというふうに、ね、言われているということですね。はい。で、ここで見せ目に Q の問題でございます。この関東大震災の直前に地震が活発した場所はどこかということでお考えください。茨城県東京湾バナナ津共和国スナック団子虫 宇宙のパワーセット一生かということを見学させ。せ、に、いち、へしゅるりす、せいけいわしに、な茨城県ということでありましてですね。なんとですね、皆さん、このね、関東大震災の直前に、この茨城の南部で地震が活発化していたということなんですね。詳しく見てまいりましょう。それがですね、1923年の 6月から7月のことでありました。え見ていただくと、茨城南部からえ、この茨城の海ですね、沖で地震がブワーッとですねえ、活発化しているというのがわかりますね。ちょっとガンですみません。はい。で、この茨城南部の地震のですね、活発化からおよそ3ヶ月後、発生いたしましたのが2023年9月の、えー、2000じゃない、1923年9月の関東大震災だったということです。これあの、関東大震災のですね、地震ですけど、 けどぎゃーっとねおびただしい関東地震がですねもうめちゃくちゃ発生しているというのがわかりますねこれが関東大震災と恐ろしいですねはいということでですねこの関東大震災前に茨城で地震が活発化していたんだということになりますで今後え注意することといたしましてはですねこの茨城南部から茨城の沖ですね もし地震が増えた場合、もしかしたらですね、前回の関東大震災のように、この関東でですね、巨大震がブワーッと発生する、そういったことがあるのではないかということです。で、予想される関東の大地震でございますけども、将来の地震予測といたしましては、この相模トラックですね、少なくともマグニチュード7クラス大地震の可能性はあるというふうに考えられております。マグニチュード7クラス地震というとですね、1923年関東大震災よりも一回り小さな 地震になりります一回小はい、もし、現代、震度6以上の地震がですね、東京で起こったら、これ、甚大な被害は避けられないということで、今後もですね、要注意ということで、地震に備えていきましょう。チャンネル登録もね、よろしくお願いいたしますということですね。で、今日ですね、一番言いたかったこと、これ何かと言いますと、 本日関東で地震が連発いたしました。まず東京沖と茨城南部ですね。東京沖ですけども、余震がね、活発になっておりまして、今後も揺れる可能性があります。そして茨城南部ですね、昨日0時55分に震度3の地震が起こったということですが、今日はですね、この茨城南部で震度3から4ぐらいの地震が起こった後、1ヶ月以内に大きな地震の発生があるかどうかを私が調べたということです。で、こういった事例は実は何件かある よということでございましてまあ、こういった事例が過去にありますのでえ今後さらに大きな地震の恐れもあります特に気をつけるのは震度4から5弱程度は気をつけてくださいということですね過去に起こりましたんででこの南部から茨城沖にかけてですね、今後さらに地震が増えた場合もしかしたら関東で巨大地震が続くなんてことがあるかもしれませんのでこの南部から茨城沖の地震ですね見張っておく必要があるということですね はい。で、えー、少なくともこの相模トラフですが、マグニチュード7クラス地震の可能性があって、震度6以上の可能性があるんで、えー、気をつけていきましょうということでお話しさせていただきました。今日の問題でございます。本日茨城南部の地震はどこで起きたと考えられるか、大陸プレート、海洋プレート、海底山脈、宇宙のパワー、さっとよしようかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからの地震や火山最新情報と、 元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイッターのチャンネルと高評価よろしくお願いします。5月26日のメンバー限定講義は、村を沈めた巨大噴火ということを話しさせていただきます。メンバーの収益については被災地に寄付されます。メンバーの人物も,も本当にありがとうございます。シリミティミニシミジキイヌフシュリウイティシミシーフィットゥチューイリィトゥーグジッピーピーーテシティイイデシティイデシティイデシティイイデシティイイイ i e...